今から、神様がいるかいないかっていう、まあ、人類最大の謎を、新潟の古町で解き明かそうとしている男がいるのでそれのインタビューをこれアップするのはなしですからね。いやそれはまあちょっとあるんですけど、まあ僕の質問にちょっとイエスはノーで答えていただきたいんですけれども、この世の中に神様はいますかいませんか。ノーです。ノーです。神様をいないっていう証明はできますか。イエス。神様がいないっていう証明はできますか。イエス。イエスで、それのイエスとなる理論を今この場で発表してください。イエスはノーで答えるっていう話なんでしょうか。はい。でもそのイエスとたどり着くにはもちろん理論があるから、そのイエスという言葉に出るんですけども、あくまでいいのであなたの理論を説明してください。まあ、さっき話した中で、まあ、存在するかどうかっていう話で、存在するかどうかの話の中で、例えば、まあ、日本時はいるかいないかで言えばもう絶滅してる。絶滅してるってことはいたっていう話ですよね。じゃあ神様はいるかいないかで言ったら、絶滅してるかしてないかで言うと、まあ、そこでもないですよね。ってことはいないじゃないですか。神様ってやっぱいたんですか。何人も絶滅とか死んだら神様って言いますけど、そうするとそれは仏様ってやつですか、日本で言う。いや、仏様だと仏教になっちゃう、ね、仏教になっちゃう、仏教になっちゃう。そうすると宇佐さんの神様っていうところがずれてきちゃうんで、そしたらアップしたら名前出さないでくださいちょっとだから普通に考えて、死んだら死んだで神じゃないじゃないですか。いや全てが神だったら死んだら神なんですよね。生きてる人間は違う。じゃあ僕に質問まず投げかけないと思うんですけどあなたの理論を聞きたいので今、まあ、だから存在してるかどうかなんか探り探りなんかこうあなたの理論を説明してください。存在してるかどうかのところで神様は存在してないじゃないですか。だから僕は存在してないっていう考えに行き着いてるだけです。以上です。じゃあ存在してあ、今のでもう大丈夫ですか。他に言うことは大丈夫ですか。わかりました。ありがとうございました、はい。